皆さんこんにちは。ニューヨーク J1 不動産の山部亜希です。本日はサムネ通りシティバイクの乗り方をご紹介していきます。シティバイクがこの街に登場して10年ぐらいでしょうかね。最初はね、正直そこまでニューヨーカーにも火がつかなかったんですね。ただやはり人口増加とともに、ああやっぱり自転車便利かな、コロナが後押しとなってやっぱり自転車便利かなということで、今ニューヨーカーの間で大ブームなんです。このシティバイクですけれども、ご駐在でね来られた皆さん目の端には入っていたと思うんですけれども、実際にねご利用になった方すごく少ないんではないかと思っています。この仕事をしておりますと、お部屋紹介をしているときに、あれ駅ここ実は遠いですよねなんていう声がね聞こえてくる中で、こういう自転車をね使いこなしていくとすごく生活が便利で豊かになるんではないかと思っています。今更ながらなんですけれども、チケットの買い方とかどんな感じになってるのかなということも含めて、山部が実際にですね乗りますよバイクね。今私アッパーイーストにおりますけれども、ここから会社に通勤する姿をですねちょっと皆さんにご一緒いただけたらと思います。このシティバイクですが、今後ろにも見えてると思いますが、今借りに来ましたね。普通の自転車と電動自転車が今2種類あるんですね。でこの電動は実は山部1回しか乗ったことがないんですが、すごいですよ。私が住むアッパーイーストからグランドセントラルまでなんと20分ぐらいで行っちゃうんですね。ですからよく止まるこのニューヨークの地下鉄で、あれって言ってる間に着いちゃうんです。皆さん会食に遅れそうとかいろいろあると思いますし、何よりも年間の半分が今日みたいにすごくいいお天気になりますので、俺今日飲みすぎたなという土曜日汗をかきに行ったり、奥様とね今日ちょっと週末マンハッタン中乗ってみようかなんていうことで、本当にレジャーとしてもね使っていただけたらと思います。それでは山部のダイエットバイキングツアーご一緒いただけたらと思います。エンジョイ。では買っていきます。まずここを押します。 Get started、 ここですね。でここで、Find stations, plan a route, continue. Please insert a new view card. ここでカードを入れていきます。24 hours, $15. How many bikes? 1つ。 All right, yes. 山部ね、残念ながら18歳以上だっていう話なんですが、ここで、OK を出すのかな。皆さんここまでやっとたどり着きました。最近ねいろいろちょっと本人確認とかが厳しくなっておりますけれども、どのような形で買ってもこの番号が出てくるんですね。5桁の番号が出てきます。これを自転車に乗るときにピッピッピってやるんですけれども、ちょっと記憶力に自信ない方ね、ここでプリントっていう形になります。山部ちょっと大丈夫なので OK という形にしたいと思います。それでは先ほど出てきた5桁の番号を一緒に押してみたいと思います。仕事をしております、仕事をしております。出ましたよ、チン。山部自転車ゲットです。結構記憶力良かったですね、5桁覚えておりました。それでは今から出勤したいと思います。 See you later。紫外線全く考えずにガンガン焼けておりますけれども、やっぱり乗っててね思うね、デリバリーの人たちはすごいね、ウーバーイーツだろうがね、拍手です。
やっぱり歩道走ってると1、2回ちょっと仕方なく乗っちゃったらもう速攻で怒られたんですけど、皆さんやっぱりこの車の中を抜けながら命がけで皆さんウーバーイーツデリバリーしてます。チップあげましょう。到着いたしました皆様、我が J1 の会社があるグランドセントラル到着いたしました。皆さんね、こう思ったでしょ、山部さん絶対乗るふりしてウーバー乗ったでしょ。乗りましたよ。皆さんね、山部のこと勘違いしてらっしゃる方結構多くてですね、毎晩飲んでると思ってるでしょ。それはそれで事実なんですけど、結構アクティブなことも好きなのでこんなこともしてみたりしています。このシティバイクですけれども、一つ二つちょっと注意点というかな、教えたいことがあって、観光客の方はねちょっと難しいかもしれないです。というのもですね、クレジットカードさした時にアメリカのジップコード、郵便番号ちょっと聞かれちゃうので、トライしたことはないんですけど、日本のカードでねちょっともしかしたら難しいかもしれないです。ニューヨーク生活いろいろな楽しみ方ありますけれども、食べ物ね、やっぱりカロリー高いから気軽にちょっとダイエットなんていう方にもおすすめではないかと思っています。こんな感じでニューヨークの楽しみ方、これからも配信していきたいと思いますので、引き続きご覧いただければと思います。もうね、山部ビールですよ。痩せたいにないってやつですけれども、これからちょっと、仕事早く切り上げてビールタイムしたいと思います。今日もご覧いただきましてありがとうございました。 Thank you so much for watching. Bye.